中国語能力テストの結果でクラス分けされるんですけど、A、B、C で分かれるんですよ。私は C に最初はもう所属してまして、まあ C クラスは語学センターの延長線みたいな感じで、1年間は中国語の基礎から勉強する感じでやっていました。私がこの学校を選んだ理由として、台湾の国立の大学に行きたかったっていうのがまず一つ目でして、まあその中でもこの Huayou and Jiao Xu Xi を選んだ理由としては、ガイドの授業だったり、翻訳の授業だったり、この中国語の先生になる学科っていうのを聞いていて、そこに惹かれて、Huayou and Jiao Xu Xi に入ろうと思いました。新生児の中国語は私、大学入学前に1年間語学センターに通っていまして、まあ、申請した時は、この師範大学の条件として、トクフルの B1 以上中国語能力を求められていたので、新生児までには B1 を取得していました。で、それから入学の頃はですね、中国語は聞き取れる程度ではあったんですけど、まあ、うまく話すことはまだできなかったという感じです。入学後は、中国語能力テストの結果でクラス分けされるんですけど、A、B、C で分かれるんですよ。で、A が一番中国語能力が高いクラス、B が一般的、C が一般より悪いクラスなんですけど、私は C に最初はもう所属してまして、まあ C クラスはこの語学センターの延長線みたいな感じで、1年間は中国語の基礎から勉強する感じでやっていました。2年生以降は ABC に分かれていたクラスも、大体結構もう1年で皆さん中国語の能力は、同じぐらいになるんですよ。なので、もう C クラスはなくなって A と B だけになりました。で、それからはもう、3年生以降の授業は、中国語の勉強というよりかは、中国語を活かした翻訳ガイド、先生になる授業っていうのが多かったです。ね。私は台湾に来て、もっと中国語を勉強したいということで、アルバイトで家庭教師をやってみて、中国語で何て言うんだろうって考えたり、どうやったらわかりやすいんだろうって考えたりするのも、すごく勉強になったし、結構家庭教師で得られるものは多かったです。で、部活は、まあ、面白い部活がたくさんあるんですけど、その中でも私がちょっと興味持って入ってみた部活がコーヒー部というもので、まあコーヒーを挽いて自分で、で入れて飲むだけの部活なんですけど、それもですね、夜の8時からみんなでお菓子とコーヒーをみんなで一緒にいただくっていう部活に入っていたので、もう結構面白かったので、皆さんちょっと興味があったら入ってみてください。学校側からのサポートとしましては、もし本当に中国語ができなかったり、わからなかったり、そういう時には、この校内に国際事務所の先生がいますので、その日本語が話せる方がいるんですよ。なので本当にわからないときは、結構この先生に相談してみたりとか、YU ジャオシュイシーの先生は本当に生徒に親しみを持ってくれてる先生が多いので、本当に困ったときが、もう授業がついていけないだったり、この宿題がわからないとかいう際は、本当に先生に1対1で LINE して聞いてみたりっていうのもありました。
アドバイスとしましては、台湾に初めて来る方もいると思うんですよね、留学で。で、カルチャーショックというか、この結構台湾ってこうなんだって思うこともたくさん出てくると思うんですよ。まあでも、郷に入れば郷に従えの、気持ちで、台湾人になりきるっていうことが大事だと思うんですね。で、まあその来る前に、こう構えるんじゃなくて、もう楽しみ、何をしようかっていう、何を食べたいとか、どこに行きたいとかいう感じで、まあ来るのもありだと思います。まあもし大学に入って、もう中国語ができない、どうしようってなった場合は、ファイウェンジャオシュエシーの活動の一環として、放課後に先生が1対1で会話練習をしてくれたり、作文練習をしてくれたり、そういう活動をしてるのもありますので、それに申請してみるのもいいと思います。日本人会というものがありまして、シャン大学日本人会。で、そこにこの参加してみて、シャン大学にいる先輩だったり、同級生だったり、みんなで交流をしたりとか、その中で就職活動とかの内容も結構みんなでシェアしてることもあるので、そういうのに参加してみるのもいいと思います。